はいどうも、ゆうぴかです。本日はサムライ道外伝刀鍛冶やっていきます。前回の動画の続きの内容になっていますんで、よければ前回の動画もご閲覧ください。で、今回はですね、前回桃太郎におにぎりを与えまくって、いろいろあだこうだしてきたんですけども、その最後のイベントとなっております。世話になった、ですね。今までね、かなり口調の悪い感じで、文句ばっかり言われてきたんですけども、今回の文面は、この沙汰が届く頃、俺はもう死んでいる。地底深くで身動きが取れなくなった。食料も体力も尽き、あとは死を待つのみ。小僧、貴様には世話になったな。最後だから言うが、そう、俺が桃太郎だ。死ぬ前にもう一個、おにぎり食べたかった。はい。なんかかなりね、塩らしくなってますけど、やっぱ人間ってのはね、死ぬ時はこんな感じになるんですかね。幽玄の都地下30階なんで、だいぶ時間かかると思うんですよ。では、行きます。はい、ということで、ようやく30層までやってきました。さっきのね、挨拶から40分ぐらいね、かかってますね。いや、ここ来るのはいつもね、骨が折れるんですよ。早速ね、この世話になった桃太郎を見ていきましょう。なんかさっき認めてましたからね。自分桃太郎ですみたいな。あれ待って、覆面の男がいるんだけど。よくここまで来た。ちょっとこいつを戦って倒しちゃいますね。何だったのこいつ、マジで。あれ、桃太郎は？ってことはオロチもいるってことかな。はいはい。こいつも倒しちゃいますね。あぶねえ、ちょっと遊んでたら死にかけましたよ。お、倒れてますね。黙祷。寝てるだけ？おい、その声は小僧か。まったく待たせやがって。いつの間にか眠ってしまっただろう。死体を見に来たんだけどね、お前の。分かった、正直に言おう。死ぬって言ったのは嘘だ。死ぬ死ぬ詐欺か、メンヘラかお前は。ああ言えば貴様は来ると思ってな。さすが俺だな、思った通りになった。何があったか聞いてやるか、かわいそうだから。いや、俺かわいそうって思えてる時点でちょっと優しいね。いや、大したことじゃない。そうだ、地上を目指して進んでたら迷った。おい、どうやって帰ればいいか教えろ。なんでお前弱いくせに下に降りたんだ。うざい、黙れ。ダメだ、方向音痴は生まれつきだ。ちょっと気持ちわかるね、俺もめちゃくちゃ方向音痴なんで。文句あるのか。貴様の足跡をたどれば上へ戻れそうじゃないか。なんだ、初めからそうすればよかった。小僧、ご苦労だったな。貴様がお人よしで助かったぞ。じゃあな。お、待てよ桃太郎。終わりだ。正体を知られたからにはもうここにはいられん。そうだ、貴様のようなガキにからかわれるのはごめんだ。いや、なんかちょうだいお礼に。なんと、いや、しがきだ。いや、お前に言われたくねえ。くそ、育ちの悪さが出てるぞ。
まあいいだろう。お、出れた。まあまあだな。貴様には借りがあるからな。よい。では用があるときに俺を呼べ。こいつ用心棒に登録されたの。へえ。いらねえ。強いのかな。そうだ。伝説の侍、桃太郎の力を存分に披露してやる。小僧、ありがたく思え。それだけかよ。何？不服なのか。クソガキの分際で生意気な。もういい、帰れ。どっか行けよ。お前本当に、お前本当に桃太郎なの？よい。一つだけ言っておく。俺は桃が大嫌いだ。あ、なんだよ、もう行っちゃうの？そうだ。なんせ本物の桃太郎は気が短いんでね。かっこつけんな。あ、道そっちじゃないよ。そうかそうだな、うん、こっちじゃない。そうだ。じゃあどっちだ。これ戦えんのかな。ちょっと喧嘩打ってみてもいい？あ、戦闘にはならないんだ。ではね、用心棒にいるか見てみましょうか。うん、うん。いる。黙って歩け。そして戦え。命令はするな。桃とかって言うな、絶対。俺は果物じゃない。分かったか、クソガキ。口悪いな。はい、桃太郎のイベント皆さんね、ご視聴ありがとうございました。ちょっと続きになるんですけど、いじめかっこ悪いというご依頼を受けましたので、ちょっとね、まあ、こいつがなんかどうやらいじめの相談があるみたいなんで話を聞いてあげましょう。どうも隊長、申し訳ない。こんな遅い時間にすんません。相談があるんですが、ちょっといいですか？どうしたの？体調はご存じないと思いますが、その赤玉党の先輩同士からなんていうか、こう無理難題を押し付けられるっていうか、困り果てる私を見て面白がっているようでして。いじめられてるの？まあ正直そうなんです。放っておけばそのうち飽きるだろうと思っていたのですが、どうも最近ひどくなる一方で、どうしたものかと。これはちょっと本気で考えましょうか。吉兆に言え、まあつまりあの赤玉党の一番トップに言えって話ね。ぶっ飛ばせ、俺が始末してやる。まあ普通に考えてね、でも上司に言っても意味がないから俺に相談してきてるわけでしょ。だから吉兆に言えはナンセンス。ぶっ飛ばせ、もうぶっ飛ばすことができないから俺に相談してきてるんでしょ。じゃあもう俺が始末してやるしかないじゃん。それはちょっと笑えませんね隊長。もちろん冗談で言ってるんだとは思いますが、まあでもね、刀抜ける時代だったら別にいじめっ子なんてぶった切りゃよくねって思っちゃいますけどね。僕は今ってやっぱり平和だから、刀とか武器とかそういったものを持てないからね、揉め事が起きるわけですから。ほら左でもね、殺し合ってるじゃん。刀を抜け。え、隊長、何をするつもりですか？え、あ、何、俺とお前が戦うの？え、どういうこと？そういうつもりで言ったわけじゃないんだけど。待ってよ、おい宿場町の浪人さ、邪魔しないでくんねえかな。今イベント中なんだけど。もういいや、こいつらマジでうぜえから殺そうかな本当に。いやこれね、実はテイク5ぐらいしてて、このキクミってやつと話してる時にこいつらが邪魔して、マジで毎回収録中断してるんですよ。
そのせいで今30分ぐらい同じこと繰り返してるんで、ちょっともうダメだわ、頭に血昇ってきたわ。うん、こいつら殺していい？あのね、殺しちゃうとそのまあ有効度みたいなのが下がっちゃうんだよね。だから俺は我慢してきたんだけど、ちょっともう抑えられないわ。全員無言らしく殺す。まず食い殺す。あ、こいつ謝ってるから、こいつはちょっととりあえず許しとくか。あ、この捨て台詞もうぜんだよな。なんかにやり作戦成功とかさ、ざまみろバーカとかって言われるんだよ。本当にムカつく。終わんねえよ一生。いじめかっこ悪い、一生終わんねえよ。おい、マジでもう今40分ぐらいかかってるんだけど、これちょ本当もう許さねえ。本当ごめん、殺すわ。みんな死ねえ、もう。よし、もう終わりだ。これはもう終わった。これ明日になれば赤玉党と宿場町のやつに嫌われて施設使用禁止になって、うちの刀も買ってくれなくなるわ。終わり。最悪。はあ、はあ、隊長やっぱ強いですね。全く歯が立ちませんでした。さて帰るか。ありがとうございました。今の稽古のおかげでちょっと自信が湧いてきました。ならよし。はい隊長、お疲れ様でした。失礼します。いや本当に大変だったぞお前バカ野郎。どうしてくれんだよこれから。借金もしたてでさ、金庫の中ゼロ円でさ、宿場町とさ赤玉島から嫌われて、刀買ってもらえず収入源はなくなり、お前ふざけんなよマジで。ユーピカの本日の一本、今回ご紹介する刀はこちら、オウガン剣ですね。刀身が鷹の目のように景色を映し出すことからこの名がついた。景色に見とれている隙に相手に反撃されてしまう危険もあるが、その相手もまた見とれてしまって勝負にならないということですね。はい、まあ、この刀はですね、僕の大好きなサムライドー2に登場する刀で、一騎士二兵サンタのサンタが持っている刀です。ただね、サムライドー2のオフィシャル攻略本によりますと、こちらの刀はね模造品らしいんですよ、まあ、いわゆるパチモンみたいです。まあ、それに気づかずサンタは使ってるなんていうエピソードがねありましたが、まあ、そういった文面サムライドー外伝刀神には書いてないですね。